はい、今回もサイバーパンク2077をプレイしていきます。前回に引き続き自宅近くのサブクエストを潰せしまくるよ。そしてこれはヤクの工場を潰せっていうサブクエ中に壁に埋まってしまったチンピラくん。顔も壁に埋まってるからか近づいても見つからないね。一応盲目にしてからもっと近づいてみるか。近くで見るとより一層絶望的な状況だな。ランスシリーズのブリティッシュみたいにこのまま壁の中に埋まったままで年を取っていくかもしれない。さすがにそれはかわいそうだな。殺してやった方が幸せかもしれん。殺すのは任せな。というわけで回路ショートをポチッとな。出てこいよ。手は出さねえから。うお、バカな。自力で脱出を。彼女は瑠璃ではない。くっそ、死ねえ。お前のせいでステルスが台無しじゃねえか。その後は特にバグもなく無事にヤクの製造所を爆破しました。どんだけ爆発するかと身構えてたけど意外と小規模でホッとしたぜ。その後は恒例の戦利品イサリタイム。お、自販機からデータマイニングできるじゃん。ちょっともらっていこうっと。何？敵に見つかっただろ。異変に気づいて様子を見に来たのかな。まずい、これはまずいな。だがこんな時こそミニゲームは冷静に。だ、よし、回収完了。逃げろ逃げろ。背中に思いっきり銃弾を食らってましたけど、いやーびっくりした。知力特化ウーマンなのでそういう奇襲はやめていただきたい。奇襲っていうかこっちがぼんやりしてただけだけど、まあ、防御的なパーク全く取ってないから、打ち合いになると脆いんだよね。打ち合いはなるべく拒否したいんだけどな。しゃあない、付き合ってやろう。もう、遮蔽物の後ろに隠れやがった。早いな。敵の位置をハイライトするピンすら打ててないのが辛いね。うわぁ。びっくりした。一人の敵に集中しすぎないで。くそ、ステルス用のクイックハック構成だから、回路ショートだけしか攻撃クイックハックがない。辛い。今戦ってるのは、前回から引き続きタイガークローズだけど、機械化せずに肉体を鍛えてるからか、電気属性が効きづらいんだよね。まあ鍛えてるから、電気が効かないってのもよくわからんけど、機械化しまくってるやつよりは効かないんだよな。その代わりに、炎属性がよく効きます。今度は、ちゃんとオーバーヒートをセットしておこうね。ん？ピンの反応は、もう一人分あったけど、姿が見えないな。ああ、出てきた。近いよ。だが、一瞬でも、姿が見えれば回路ショートできるのが、ハッキングのいいところ。対人 FPS で、スナイパーが、一瞬だけ顔を出して撃って戻るみたいな。そういう戦術が、エイムも必要なくできるんだよね。あ、危ない。やっぱ、格子にグレネードは無理だ。当たり前だよな。うん、やっと倒したけど、やっぱり、エイムは苦手だ。早くスマート武器が使えるようになりたいな。随分前に、ちょっとだけ説明したけど、スマート武器っていう武器群は、敵に対して、銃弾がフォーミングするんだとか。だが、それを使えるようになるためには、14名星で解放できるサイバーウェアを組み込まなければならんのだ。現在所持してるスマート武器自体も、12レベルぐらいじゃないと装備できないんだよね。ちなみに今は10レベル、12名星ぐらいだったかな。だから、まあ、頑張れば装備できるようになるかな。って感じなんだよな。さっさとどっちも上げるぞ。あ、ちょうど11レベルに上がったわ。このサブクエストもこれでクリアだし、この調子でどんどん上げていこうね。ついさっき上がったレベルで何のパークを取るか吟味中。お、知力にポイントを振ればさらに強いエピックランクのクイックハックを作れるじゃん。これしかないな。知力にポイントを振れ、バッテさも迷ったようなこと言ってるけど、知力以外に振ったことがないんだよな。余ったパークポイント一つで、そうだな、クイックハックの伝染回数プラス1でも取るか。これで敵を盲目にするクイックハックの対象が3人になったね。うむ、素晴らしいな。
さて、早速、エピックランクのクイックハックを見てみよう。って、サイバーサイコシスって名前のがあるぞ。物騒な。なんだこれ。ターゲットをサイバーサイコ状態にして、敵味方関係なく攻撃させ、近くに人間がいなかったら自殺する、だってさ。やばすぎないかこれ。しかもロボットにも効くのかよ。ただ、その代わりにクールダウンは120秒。1戦闘に使える回数は1、2回だろうね。他にもターゲットを自殺させるとか対象を気絶させるとかあったが、サイバーサイコシスと同じくクールダウンが120秒だったな。超必殺技って扱いなんだろうね。どれかを作ってみる？まあ、せっかく、だしサイバーサイコシスを作ってみよう。絶対強いもんなこれ。他の、もともとあったクイックハックも、異常に強くなるやつがちらほらあったから、そのうち作っていこうね。よし、せっかく作ったサイバーサイコシス、誰かで試してみたいな。近くの敵等の犯罪者で試してみるか。よし、ちょうどいい、感じの敵を2体発見。片方をサイバーサイコにするぞ。うまくいけば、突然仲間割れを始めてくれるはずだね。あ、頭を抱えて苦しんでるぞ。おお、すげえ。速攻で味方を撃ち始めた。いいぞいいぞ。安全に眺めてられそうだね。途中で、正気のやつが私の方を撃ってきたせいで、サイバーサイコの勝利。うーん、見応えがあったな。でも、残りの人間が B だけになっちゃったから、こっちに向かってきたね。もう用済みだ、死んでもらう。サイバーサイコシス、なかなか可能性を感じるクイックハックだな。スカイリムとかフォールアウトでも、敵を洗脳するパークや魔法があったけど、あれを思い出す感じだね。うおお、びっくりした、なんやねん。死体が動くなや。破墨神の御加護は、このゲームにもあるね。いろいろなサブクエストをすることで、ついに14名星になりました。なので、さっき言ってた、スマート武器を使うためのサイバーウェア、その名も、スマートリンク、が買える。というわけで、最寄りのリパードクへ走ってるところだ。デラマンから電話だ。なんだなんだ。B 様、その近くで消息を絶った車両があります。わかった。注意する。どういうわけか、座標データが破損しているため、正確な位置をお伝えすることができません。ほう、近くに暴走デラマンがいるのか。まあまずはスマートリンクを装備してからだな。適当に歩き回ってたら、自宅の北方向にある海岸が近いノースサイドに来ちゃってたね。へい、おっちゃん。スマートリンクくれ。ちなみに、未だにビクさんには2万1000ユーロドルを返してません。返す返す。後で返すから。よし、これで OK だ。あとはスマート武器さえ装備できれば。拾ったスマートピストルの装備条件がレベル12なんだよね。よし、じゃあ、他にも色々買ってから、暴走デラマンを探しに行ってやるか。暴走デラマンの場所へ向かう途中の出来事。閉まってるシャッターを殴りながら暴言を吐いている犯罪者を発見。コンバットスティム、ブレイクホールド、色々なパークを持ってて強そうだね。そんな犯罪者を野放しにできねえ。というわけで、サイバーサイコシスを食らいな。やりすぎなんだよな。あ、やべ、見つかった。大丈夫そうだな。元気に殴り合ってるわ。あ、サイバーサイコじゃない方はめっちゃ弱いな。しかし、これ、結局、強いサイバーサイコがこちらに向かってくるのでは？あ、自殺した。私を見失っていたのか。ゲーム上では、一般市民には手を出さないんだね、サイバーサイコ。まあ討伐できてよかったな。もうこんなことするんじゃないぞ。このマチェーテやライターは没収だ。それじゃ、この辺に暴走デラマンが隠れてるらしいので探そうね。右上のマップに黄色い場所のどこかに隠れてるよ。って出てきたけど、めっちゃ広くないか。探すの大変そうだな。そして5分が過ぎた。苦労したと言えなくもない、微妙な時間探してました。見つけたぞ、こらおい、こらこらおい。ただいまスキャン中。走って行っちゃったな。そこで止まれ。大
丈夫、私は味方よ。それ以上近づくな。こいつはビビる方向性で暴走してるデラマンなのか。マービーは暴走 AI の初期化をするために来たわけだから、ビビるのは当然とも言えるけども、うすうす分かってたけど徒歩じゃ無理だよな。これ聞こえる？ダメ、見失った。うーむ、見失ってしまったな。やはり徒歩で追いかけるのは限界があるのでは。しょうがない、一丁奮発して車を買うか。一番安いやつ。コメントによると車の性能差はあるみたいだけど、我々にはお金が足りないからね。といったところで今回はこのあたりで。お疲れした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。